パウダーを滑るのはなんかすごく難しいと思ってる人が結構多いと思うんですけど、まあ、実際パウダーを滑るのってそんなにこう高い技術が必要なわけではなくて、まあ、みんなあの成長滑るのと同じような感覚でパウダーを滑っちゃうんで、どうしてもあの滑りにくいとは思うんですけども、パウダーならではのその滑り方のコツだったりとか、あとはパウダーを滑るのにこう適した道具選びをしてあげることによって、意外と簡単にパウダーを楽しむことができます。